つくで。ガつきましょう。いや、あのな、はい、あの今伊豆ちゃんにしても小梅ちゃんにしても、うん、散髪、はい、これじゃない、病院。僕一応病院、こうした頭病院か。俺はもう理髪店。理髪店。何理髪店？顔剃ってもらう。お兄さんつらいですよね。髭とかね。やっぱ俺うまいことできたらやろ。できてますわ。うちの相方や。ここにピダって書いてます。怒られる。酒井書いてた、酒井。横山も。いや、ほんとに何か髪の毛、ヘアカットが。あのな、俺も大体いつも大体行くとこ決まったんで。今まあ、リアスティンサーバーじゃないけども、これな、ちょっともう伸びるに伸びとって、まあ収録もあるし、うん、もっとしいし、どっかもう車乗ってたし、でいつも行くとこも駐車場がないから、うん、どっかないかなと思ったら、アポロってあるやん、知ってる？アポロ？アポロってチェーン店、アポロってチェーン店の、昔からあるチェーン店のサーバー屋さんあるやろ、ね、あるやんか。昔ちょっと行ったことがあるお店があって、でそこアポロやってな、うん、で、ああ、こんなこと言ってないから、もうええ、ここで言ったろう思って、グッて開けて入ってんやん。ならな、中、おばあちゃん2人おってん。おばあちゃん、客で。おばあちゃん2人、客おれん。八つ墓村やね。おばあちゃん2人、おばあちゃん2人やわ。全然アポロやないやねん。アポロやないそれ双子の方がおばあやろ。まあ、そんなにそこまで年は行ってあるんだけど、見た目おばあちゃん2人行ってあるんで。言ってはるわ、うん、で、こっちで座ってくださいって座ってな、前にあのシンクがないわけやで、うん、鏡しかない、台所が場所を映って、昔ながらのやつね。で、どうしてありますかと、あ、まあまあ、あのこうこうこうしてください、言うと、はい、わかりました。で、バリカンに乗せて、あ、ほんと来た、ハサミで、あ、わかりました。で、よりとは知ってる方のおばあちゃんが切り出して、うん、ね、おばあちゃん喋ってはんねん、おばあちゃんと喋ってはんねん、今日は、誰々さんデビューやからな。で、おばあちゃん今年でデビューしてんのと思ってやったら、デビューやから、デビュー大丈夫かいな、このおばあちゃんと思いながらずっと切っとって、で、昔ながらの散髪先生やから、今あの分けてるとこ多いやん、カットはカットだけどね、顔剃りシャンプーがついて多いやん、今もうオプションみたいなのもね、なってね、昔の散髪先生は顔剃りまでついとって、ついてるね、シャンプーだけは別やん、そうやねんから、顔剃りまで、俺その前の日にもうひげ剃って行っとったから、もうそういうとこやったらもう顔剃りええわって思って、顔剃りせんとか顔剃りやっとって、はいはい、俺はシャンプーせない家やね、あの、はいはいはい、カットした後にシャンプーしたの方がまた髪型がちょっと変わってくるから、はいはいはい、伸びてるとか聞いてもらいたいから、はいはいはい、で、シャンプーどうしてます、あ、シャンプーお願いしますって言って、あ、あちらになりますって言ったら、もう隅っこの方にな、もうタイルでできた、あのシンクがタイル、タイル水色のなんかタイルじゃね、で水流れるとこがこれぐらいね、これぐらいで、ほんで上にな、普通の湯沸かし器がついたんで、イメージ湧きますわね、ピヨーって伸びていく、湯沸かし、よく言う、なんかもう、はい、でもね、やってんのかやってんのかわからないような丸椅子持ってもらえて、そこにガーッと座って、頭がロッて今日入りまくりだそれで、ほんで、でもちゃんとやってくれてるおばあちゃんやろ、おばあちゃんちゃんとやってくれてるやん、ほんでそれよりな、あの前に看板がなかったから、ここってなんぼ取られんねやろな、あ、預金が普通の、まあ、散髪屋さんやったらまあまあ3000円から4000円の間か、でもアポロってチェーン店やったら確か安いはずやねんか、で、まあ、シャンプーもしたしな、どうしようかなと思って、で終わってシャンプーもしちゃって、で、すいません、いくらですかと、あ、シャンプーしたシャンプーしました、1800円、安っ、シャンプー、ヒゲ剃りでカット全部ついて1800円、安っ、俺また次から行こうかな思ったわ、いや、近所なんですか、まあまあまあ、これまで10分ぐらいやるぐらいの、あと他におばあちゃんのサービスとかなかったんですか、他なかった、よかった、他のサービスとかなかった、ちゃんとマッサージやってくれて、頭もカンカン、なんであれ、一応サービス料金入ってるなんかでしょ、頭カンカン、あれ気持ちいいんですよね、でも下手なのおるでしょ、下手なのおるよ、ただ叩いてるだけで、こんなやったらカンカンって鳴らしてるだけやないか、こんなおったね、こんなそれは吐け口、吐け口やな、これってびっくりしたわ、今の今のこういうサンパーでさ、そのチェーン店やから経営者ではないんですか、でもあれチェーン店やねんけど、ひょっとしたらあの何ていうのあれ、ほら亀井店か、なんていうの、フランチャイズじゃん、フランチャイズっていうか、もう亀井店かもしれない、亀井店ね、自分のところでだから何年かやっとったらもう自分のところになってんのかもしれない、まあまあ、だからもう何年もやってるからロイヤリティいらんと、自分のところでやると、やりなさいみたいな、それからおっちゃん雇わんとおばあちゃん
うしようもないですよね。もう誰がおって、誰がおっ て, おってそのおばあちゃんが誰かにやっとったら、はい、ああやってはめないで、はい、出ていけるけど、誰もどうぞ言われたらそうだな、ね、あ、間違いました、間違いました、何間違うね、どうなんの、ね、こんな郵便業と間違うことないやろでもちゃんとやってくれはったからよかった。でも貴重な体験ですよね。びっくりした。そのおばあちゃんデビューということはいつその資格取りはってんやろうな。無念かもしれない